どうも皆様こんにちは、こんばんは。私スクナというものです。こんにちは、元気かしら。本日も視聴者様のリクエストにお答えしようの回となっております。リクエストありがとうございます。今回はレベル94ね。今回のレベル94はファンダム様、ウィキドット様ともに結構好きなレベルなので、2回に分けてどっちも解説します。今回はファンダム様バージョンです。早速見てみましょう。まずはレベル94の基本情報です。レベル94のサバイバル難易度はクラスアンデターミンドです。アンデターミンドは対象のレベルが謎めいている時に割り当てられます。環境は不思議な性質を持っており、エンティティも存在はしていますが未確認となっています。あと今回の情報はファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル94はどこまでも続く草原のようなものと、一本の道路で構成された空間です。レベル94にはオブジェクトや通路はありません。また、スポーンする道路以外の場所は、草原のような、ものが広がっています。草原のような？そうです。一見すると芝生が広がっているように見えますが、よく見ると違うんです。そのため、芝生が広がるエリアを、芝生フィールド、と呼ぶのは不正確です。なんだか回りくどい書き方をされていますが、要はこのフィールドの草原は、草ではない何かでできているんです。いわば偽物の草が草原のように広がる空間ですね。ではなんでできているのかというと、質感はコンクリートであり、一応香りもします。地球の芝生と同じ香りです。しかし、本物の芝生はありません。しかもこの芝生フィールドは完全な平坦であり、高低差は一切存在しません。大理石を落としても全く動かないほど完全に平らです。つまり、テクスチャです。目の錯覚なのかわかりませんが、立体的に見えているだけで、平坦な地面がどこまでも広がっています。多分この解釈で合ってます。まあ、芝生なのにフラットで高低差なし、完全に平らってことはそういうこと。なのかもね。では次の情報です。はじめにお伝えした通り、レベル94に入ると、一本の道路の上にスポーンします。この道路ですが、ジェットコースターのように湾曲しており、先に進むのが非常に困難です。最初こそ普通の道ですが、進めば進むほどおかしくなっていきます。また、この道路は草原の下。というか草原のテクスチャが張ってある地面の下も通っており、家の基礎のように地面を支えています。これが基礎となり、草原の地面が落下するのを防いでいます。この道路ですが、放浪者が落下するのを防ぐために3メートルのレンガ造りの壁で囲まれています。この壁は乗り越えることができますが、おすすめできません。壁から飛び降り、地面に接触するとごく稀にノークリップし、地下エリアへ導かれます。地下エリアはレベル94の2つ目のエリアです。草原の地面を歩いていると、ごく稀にノークリップで地下エリアへ行くことができます。3メートルの壁を乗り越えると、芝生、フィールドに降りられるのでしばらくさまよいましょう。ただし、滅多にノークリップしないので気合と根性で探索しましょう。この地下エリアは石造りのアーチの繰り返しで、カタコンベのようだとされています。カタコンベは古代キリスト教徒の地下御所です。墓地ですが、人骨などはありません。ロンドンのカタコンベをイメージするといいでしょう。地下エリアには、光源が存在しません。その代わりに、ゴーストライト、火の玉的なやつ、が照らしてくれています。地下エリアを奥まで進むと、壁に穴が開いているところがあります。この穴に入ると、地下の第2エリアへ行くことができます。第2のエリアですが、人間や動物の彫刻が無造作に置かれている空間です。無数の部屋で構成されています。置かれている彫刻の生物は皆何かの液体を飲んでいるようです。器に残った液体を飲むと、命に関わることが分かっています。また第2エリアで写真を撮ると、左の写真のようにバグります。原因は不明です。次にエンティテの情報です。エンティテは空の上にいるものです。へ？次に前哨基地です。懐かしい家、思い出の場所、あの城を覚えているか、空に浮かんでいる。あの家、夢のような雰囲気は覚えているか、ああ、あの頃はおかしかったよな。え？最後に入り口と出口先を見て終了です。レベル94には2つの入り口があります。レベル95の森の奥に進み、平らなガラス張りのエリアに行くか、レベル997のジェットコースターのような道を進んでください。レベル997なのだけれど、初めて見るサバイバル難易度ね。レベル997は、いくつかの区画が合わさってできた特殊レベルです。サバイバル難易度の記号の意味は天王星です。天王星？まあ、詳しくは別の動画で解説するかもしれません。最後に出口です。なぜ？というわけで、レベル94、ファンダム様版の紹介でした。一部よくわからなかったのだけれど。
情報が少なすぎます。作者様に聞いてください。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。